はいどうも、相馬です。今日もダークソウルリマスター続きやっていこうと思います。ショートカットを開通したんよな。で、ツバイヘンダーを持てるようになってね、ちょっとこの威力も見ていきたいと思います。いたー。ほら、あかんな、何もか見えへんかったしな、今。ほんでや、そうそう、ここのショートカットが開通されたんよな。で、リスポーンはしてない。で、もう、すぐボス戦やから、こいつで試してみるか。16、17、17。はぁ、あんまり上がってなくない。ちょっと比べてみるか。タリスマン外して、ハルバード。15。まあ、2上がった。まあ、2はな、侮ることなかれやな。うわぁ、今、坂本龍馬なっとったで。オッケー。ここに行く、あら？ちゃうわ。ボス倒さんでいけるんか。あ、鍵かかってるよな、やっぱり。おう、ボスはやっぱり倒さなあかんわ。いや、こんにちは。はじめまして。私はゼナのドーナル。なんというか、飽きないものさ。新品貴品取引するよ。大好きなんだ。はい、出ました。こいつが、NPC。を倒すと、はい、 NPC を倒すとあいつが NPC の防具を売ってくれると。だからあいつは最後まで倒さずに、NPC を倒した後にあいつのとこ行って、で、最後にあいつを倒すと。あ、もうすぐやな、これ。こんなすぐやったんや。で、ここ人間になっとかんとあかんし、なおかつやけど、これ上のやつがめんどくさいことになるんちゃん。あー、なるほどな。ショートカットしたらこういうめんどくささもあるわけか。あの、ガーゴイル倒すときに、電動車っておったやんか。あいつがな、上におるんよな。ちょこ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 撃ってくんねんな、あの、魔法の矢みたいなあれやん。ヘビークロスボウとヘビーボルト。こっから見えへんのかな？見えへんな。しゃあないわな。まあ、一回行ってみるか。ソラールさん。ガーゴイルの時も助けてくれたソラールさん。よろしくお願いします。はい。で、ここでロートレクを殺してへんかったら、ロートレクも助けに来てくれる。はーい。ボスなんすよね、こっから。わ、めっちゃちっちゃいやんけ、思うやん。思うだけやからな、これ。顔と体の比重、どないなっとんねん。こいつが、あれやね、パート1かパート2で言ってた、三属性の敵やな。鈍色ドラゴン。この上にな、あいつ、あれよ。ほんまあれ、ほんま鬱陶しいよな。
で、こいつも、尻尾を切ると、危ない。これはあかん。これはあかん。尻尾を切ると、武器をドロップします。あかん。あかんって。それはあかんわ。やばいやば、もうソラールさん死んで。やばいやばい、これやばい、これやばい。やっぱりあれは、あー、これはちょっと鬱陶しいな。これはちょっとあいつ鬱陶しいな。あいつだけ倒しに行ってもええけどな。そろそろ切れてくれへんかな、尻尾が。危ない危ない、あれよけながらってきついな。でこいつ一番ダメージ通るのが頭なんよ。そうそう、だから焦らず頭を攻撃していく。アイアンヘルム今見るべきじゃない。尻尾切りたいな。オッケー、竜王の大斧。オちょっと逃げようか。ほんまあれうっとうしいな。なんとかならんもんかい。いった、フレンドリーファイヤーないんかいお前ら。それずるないか。どこ行った、あいつどこ行った。すっげー当たってへんしな。痛い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 。おお、嘘やん。死んだで。嘘やろ。じゃあちょっと次一人で行ってみるか。一人で行った方が相手の体力が少なくなるんやな。ちょっとその望みにかけて行ってみる。とりあえずロストせえへんように回収してからね。あら、さっきこれで死んだよ。さっきこれで死んだよ。あー、なるほどな。こいつも強化されるんか。まあ攻撃は当たらなければどうということはない。はーい、ちょっとね、もう上のやつ倒しに行こう。拉致があかん。はーい、戻ってきました。上の電動車倒してきました。はい、これで多分いけるはず。オッケー、次こそは負けん。そうね、電動車がおったらこいつも強化されるからダメージがほんま半端ないことになるな。オッケー、やっぱソラールさんおるから火ダメが少ないな。よだめか。よだめが少ないな。お、バタバタしてる。危ない。これは、一撃し。ほぼほぼ一撃で死ぬからな、あれは。おびき寄せて、これでここ、頭を叩く。倍ぐらい変わるな。オッケー、
ソラールさん今スカッとな、スカッとなってた。危ない。あー、尻尾攻撃ひどいのね。うんま、2回目尻尾切っても意味ないからな。あんまり状態を起こしてる時にな。そう、尻尾しかもガード不能なんよ。お、来たか。今や、今がチャンスや。両手攻撃や。オッケー。で、避けると。で、お、もう半分切ったな。いけるぞ。これはいけるぞ。あかんあかんあかん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 。うわ、ソラール、体力多いな。危ない。頭下ろしていく。お、あー、ちゃうな、これ。あかんあかん、あかん、これ、あかん、アップの。ソラール死んだやん。危ない。頭下ろしてくれへんかな。うわ、あが、これ3属性の攻撃、これ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 、これに当たると武器とか防具がすっごい速さで壊れやすくなる。あが、あかん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 、あぶねえ、危なかった。今めっちゃ危なかったな。あー、危なっ。全然体力減れへんやん。よし、もうちょっと減ったらすぐ回復しよう。もう心配性やから。おーし、チャンスチャンス。よし、で避けよう避けよう。近寄って両手攻撃で、ええやん、ええやん。また3、後ろのと当たれへん。あー、これはあかん。危ない危ない。頭下ろす下ろす下ろす、下ろさへんねんな。あかんな、めっちゃ近寄ってきてんな。危ない危ない。ジタバタジタバタしあってもあがんって。これは被弾する、被弾した。あと体力少ないんや。頼む、勝たしてくれ。お、このまま、あー、当たったな。これやばいな、これやばいな。修理すなあかんようになった、これ絶対修理すなあかんようになった。もうあと2発ぐらいで死ぬんちゃうんかな。よし、あと1発、あと1発。よいしょー、しゃー、勝ちました。闇村の鍵、機関のコッペン。いやー、ちょっと今回苦戦したな。思いのほか苦戦したな。お、ソウル取らずに行ってたで。これで死んだらどないしとったんやろ俺。あっちが開いたんか。あ、ちゃうな、こっちちゃうな。あ、こっちが、あら、ちゃうな。戻れっちゅうことか。ん？戻るんじゃなかったと思うんやけどな、俺。あら、どっか開けへんかったっけ？気のせい？気のせいか。ほな、まあ、機関のコッペン使わせてもらおうか。
ああ、あっこやな。開くやろ。闇村の鍵。はい。そう、こっからもうほんま、もうこんな感じやねんな。降りていこっか。ほんまに、ここはほんまによう死ぬ。ほんまによう死ぬからな。敵もなぁ、こんなん強そうやね。今、オッケー。まあ、それ一発ではしないよなぁ。落下させるんが一番なんかもなぁ。フォース効くん、これ。効かへんやん。これ危ない。これ落下するやろ。オッケー、バイバーイ。あいつはよくクソ団子っていうアイテムを落とすな。あー、2体気づいたな。今、オッケー。これひるむ？あ、ひるむんや。あ、ひるむんや。何今の。勝手に落ちていったであいつ。オーケー。叫ぶ暇あったら攻撃してこいってな。危ない。そうや、そうや。ここは集団で来るからな。あっぶな。ひるめへんかった、今こいつ。あっかんって掴まれたらむしゃむしゃされんねんな。あ、やばいな。これちょっとやばいんちゃーん。いたー。体力多ない？そんなことない？こんなもん？いっぱいおるやん。スタブで死ねへんのはちょっと痛いよな。お、吹きは吹いてきてんな。で、そう、俺が山賊にした、素性を山賊にした理由が、あの吹き矢って猛毒なんよね。これでガードすると、今ガードしてるやん。通常の武器やったら、猛毒の蓄積ダメージが溜まっていくんよ。でも、この蜘蛛の盾に限っては、ダメ、蓄積の毒が入らない。毒に対する耐性があるからな。オーブの今当たっとったな。一発でアウトなんかな、これ、こいつ、こいつ。すぐ死ぬんやけどね。で、こいつはリスポーンせえへんから、もう安心して進めるんやけど、結構ね、要所要所におんねや、あいつが。それがまた。うーわ、後ろから、むしゃむしゃタイムやで。うわ、死ぬ？うわ、危な。危ない、危ない、危ない。危ない、危ない。死ぬやん、これ。危な。あんま危なかった、今。あかん。おっしゃー、なんとか防いだ。オッケー。これの繰り返しでええんちゃう？ どっかにかがり火あったはずなんやけど。
先にあるはずない。あっこな。あっこどないって行くんやったっけ？ここ飛び降りて行けるっけ？行ってみようか。ジャンプ。なんとかなりました。危ない危ない。これはやばいぞ。今めっちゃ心臓バクバクしてるで。危ない危ない。オッケー。オッケー、危なかった。ここで死ぬか思った俺今。もう俺もどないしようか思った今。長いな。お、はーい。ほなちょっとレベルアップしようかな。1,2,3,4,5,5個あげれるな。5個あげれるっちゅうことは ?1,2,3。持久力も上げて、筋力も上げとこうかな。脳筋やし。はい。ほな、今日はこの辺で終わりにしようかな。まあ次はね、このままちょっと闇村の攻略していこうかなと思います。それでは、ここまでご視聴してくださった皆様、ありがとうございました。それではまた次回、よろしくお願いします。